しいことは何もありません。主は憩いの水のほとりに私を導いてくださいます。皆のために私の魂を生き返らせ、あなたの道へと導かれます。たとえ死の影の谷を歩いても、私は恐れません。永遠にあなたが私と共におられるから、おられるから、あなたは私。心から金礼拝を捧げてまいりましょう。最初にいつものように今朝の聖書の言葉を報告いたします。聖書の箇所は詩編の92編1節から15節となっております。では、私と皆さんと礼報告してまいります。主に感謝することは良いことです。地上高く語り、あなたの皆を褒め歌うこと。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を告げることは。十年のことに合わせ、盾元の絶えなる調べに乗せて。主よ、あなたはあなたのなさったことで、私を喜ばせてくださいました。あなたの御言葉を、私は喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの御思いはあまりにも深いのです。主よ、なら僕は知らず、愚か者にはこれがありません。悪い者が青草のように燃えてて、不法を行う者が皆花を咲かせても、それは彼らが永久に滅ぼされるためです。主よ、あなたは永遠に意図のないものになります。主よ、誠に今、あなたの敵が、誠に今、あなたの敵が滅びます。不法を行う者は皆散らされます。あなたは野球の角のように、私の角を高く上げ、私にみずみずしい油を注がれました。私の目は、私を待ち構えている者とも眺め、耳は私に向かい立つ悪人どものことを聞きます。正しい者が夏目ヤシの木のように燃えて、レバノンの杉のように育ちます。彼らは地の家に植えられ、私たちの民の大庭で花を咲かせます。彼らは年老いてもなお耳を見回せ、青々と生い茂ります。こうして告げます。主は正しい方、我が家の主には偽りがありません。続いて、人信条と、それから主の祈りを告白してまいりましょう。私たちが信じていること。我は天使の救い主、全能の死なる神を信じ、我らはその一人を、我らの主、イエス・キリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみがえられ、
許し、体の身に参り、とこしえの命を信じる。アーメン。続いて、主の御言葉。天にいたします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天にあるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心を身に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのか。アーメン。礼拝の人からため祈りをいたします。ご臨在の主よ、あなたの聖なる皆を心から賛美いたします。私たちは主よ、あなたにご伝わって今ここに集っております。主は御霊です。人柄のところに自由があって、主のご臨在が豊かな豊かにこのところに満ち溢れ、私たちの魂を解放し、私たちに自由と喜びを与えてくださいますことをありがとうございます。私たちは心を捨てて主はあなたを褒めたたえます。また心からの祈りを主の皆に捧げます。どうか主の大いなる御業をこのところに豊かに表してくださいますようにとお願いいたします。御言葉が語られる村子牧師、豊かな聖霊の油を注いでください。そしてまた今日もあなたの愛と力にあふれてあなたの御言葉を語ってくださいますことをありがとうございます。主を語りたまえ、しもべしますと主の御言葉によって私たちはまた力を知恵を得ることができますことを感謝いたします。これからの時間を見ておいてねし、期待し感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日のお祈りいたします。
た中央キリスト教会、こちらの方に、皆さんがいつも捧げてくださっている、献金の中から5万円捧げさせていただきました。で、若松先生がこのようにあの令状が動いていましたので、ご報告します。また、後ろの掲示板に飾ってありますね。今日は大きく2つのことを祈りたいんですけれども、御言葉を読みましょうか。さん、はい。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。パウロは祈るだけじゃなくて、祈ってくださいといつも教会にお伝えしています。で、来週ですけれども、あの特別礼拝として、あの茨城県にですね、恵泉キリスト教会、御霊チャペルというそこの、本野先生が、てくださいます。二つ井出身の牧師さんですね。本当にこうもともと牧師さんじゃなくて、高校生の時に信仰を持ちましたけれども、それから、普通の企業にずっと、就職されていて、でもところどころでですね、家庭集会を開いて、まあ、伝道していく、そういう中で、教会を二つぐらい、三つぐらいかな、立て上げて今茨城の方にいらっしゃいます。奥様も素晴らしい信仰の方で、しず先生って言いますけれども、午後にもしず先生にこう証しの時を持っていただきますので、ぜひ皆さんお集まりください。この先生たちの祝福のためにぜひ祈っていきたいと思いますね。次ですね、皆さんにもあの BFP を通してイスラエル支援、特にイスラエルにあの移住していく、特に子どもたちのですね、足長おじさん的に私たちが、皆さんが捧げてくださっている中から今2名の方を、支援しています。レア・ペレスさんという方と、新たにですね、このダリア・リューガ・リーベルマンという方ですけれど、23歳かな、はい、アメリカに、いましたけれども、やっぱり祖国に対する思いを持って3年前に移住されて、今大学生です。エフラタ大学で、特殊教育を勉強中、趣味はバスケということですけれど、ぜひですね、この、リーベルマンさんの健康、またも今から良き夫が与えられるように生きておくと言ってましたので、そのことですね。将来は今の学びを通してイスラエルに貢献できるようになりたいということですので、このリベルマンさんのために祈っていただきたいと思います。で、どういう支援をしているかというと、あの例えば交通機関のバスの、チケットとかですね、あるいは食料支援とか、またイスラエルでお祭りがありますので、その時に必要なものとか、まあ、そういうのを、年に何度か EFP を通して支援させていただいています。次もあったな、あ、戻ってください、はいはい、じゃあこの2つのことですね、EGM の中と一緒に祈っていきましょう。お父様ありがとうございます。代表して真由美さん、待ってください。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。あなたこそ主の主、王の王、私たちが信じる生きる主であることの上にありがとうございます。今心を合わせて祈りました。神様、キリスト教会、ルーテル同胞のキリスト教会ですけれども、主はあなたが若松先生の、
教会、そしてまた自宅の再建も主よ、あなたが担ってくださることをありがとうございます。特にこの暑さです。もう本当に普通の生活をするのも大変ですから、どうか先生の本当にご家族、そして先生自身、ご家族、また教会の方々の健康を支え、一日も早く元に戻っていくことができるように、必要なボランティア、そしてまた支援がなされていきますようにお願いいたします。今同じく時間を同じくして、どちらかで出会いを持っているかと思いますけれども、特別に主よ、あなたの力強さを持って、また慰めと励ましを持って礼拝を祝福してくださいますようにお願いいたします。また来週、私たちの教会にこの先生ご夫妻をお迎えできることをありがとうございます。不思議な不思議な出会いがあって、この先生、草津出身のこの先生に出会うことができました。また私たちの働きのためにも祈っておられる先生をお迎えして、互いに主の働きとして、神様のお話を聞き、そしてまた私たちも励まされ、主よ、あなたが素晴らしい主であるということをお明かしする時となりますようにお願いいたします。また教会としても、皆さん踊って参加し、また午後からの新先生のお明かしにも私たち励まされることかと思いますから、主よ、一人でも多くの方が参加できますようにお願いいたします。イスラエルの働きありがとうございます。神様、高校生になった女の子、そしてまた、新しく大学生を支援し、この1年間支援していきますけれども、私たちは神様、本当に主よ、イスラエルの働きがこのように若い人たちを育てる、そしてまた支援する、これがまたイスラエルの働きにつながっていくことをありがとうございます。捧げておられるお一人お一人のうちに、またこの教会に神様の豊かなる祝福があることを信じて、この上より主イエスキリストの皆によって皆様の祈りに合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。イスラエルのためにお願いしたいですけども、歌根町のためにね、やりましょう。田川町長さんです。この町長さんはじめ、リーダーの地に救い、神の知恵が与えられますように。また三谷町にも教会がないんですね。ぜひ、この出身のクリスチャンがいるならですね、教理伝道のビジョンが与えられるように、またここにクリスチャンホームが与えられていくように、ぜひ祈りたいと思います。9月にですね、アーサー・オラド先生がカズノに来て講演されるんですね。でその時にですね、音楽ゲストとして来てくださる方がお坊さんなんです。三種町ですよね。で、お寺の副住職して英信さんつってですね、かなり有名でいろんなところでライブやってる方で、方です。面白い方がですね、アーサー先生の時に来て、牧師とお坊さんのライブみたいなね。そのエシさんという方、奥様はですね、クリスチャンなんですね。おじいちゃんが、牧師さんなんですね。なんとも不思議な、ちょっと、家庭ですけれども、ですから祈ってほしいことは、そのエシさん、ご家族がですね、しっかりイエス様とつながるように、何が、ね、きっかけになるか分かりませんので、ぜひ祈っていただきたいと思います。で、カズノでのライブなんですけど、これはもう教会主催としちゃうとなかなか人が集まりづらいので、今回は中村志保さんですね、お願いして、彼女の知り合いということで企画してもらってますので、ほぼ 100% ノンクリスチャンの人たちが集まるような、そんな集いになってますので、また覚えていただけたらと思いますね。ご一緒に祈っていきましょう。いつかのご様ありがとうございます。三谷町の祝福を感じます。福岡から町長の祝福を感じます。三谷町の祝福を感じます。そこから救われてきた人を感じます。その町出身の記者の聖霊さんです。どうぞ感じた教育の教育の方が大変です。医者の前ですから感じます。
感謝します。お疲れのない方ご起立いただいて3秒捧げていきましょう。
リピ書1章の12節からですね。リピ書1章の12から18節。主人であるイエス様の栄光のために働いているんですという意味があるんでしょう。で、これは私たちも同じなんです。アメン。クリスチャンというのはアンテオケ教会で付けられたあだ名でした。あの人たちってイエス様のようだね。皆さん素敵なあだ名だと思いません？近所の人があなたを見たらですね、なんかあなたイエス様みたい、女性だというかマリア様みたいとかね、言われることがありますけど、イエス様、それだけ生き様が素晴らしいということなんですよね。そしてパウロは、私はクリスチャンだとは言わない、キリストのしもべ。皆さん、これは私たち一人一人そうなんです。皆さん、かつて私たちは罪の奴隷で滅びていくものでしたけれど、イエス様が命を捧げて私たちをそこから救い出してくださった。アーメン。私たちの目から見たら、みんな世の中の人も皆さんも一緒にしか見えません。でも神様の目から見るならば、私が命がけで買い戻した私のものだと聖霊様の判断がちゃんとされているんですね。私たちの主人は誰ですか？イエス様です。だから救われたから自分勝手に生きるんではなくて、この最高のご主人であるイエス様、この方を主として仕えていく、これは私たちのクリスチャン生活です。そして私たちは自己実現や自分のために生きるのではなくて、このイエス様を喜ばす、イエス様が崇められていく、そのことをいつも考え、工夫、努力してですね、そこに生きていく、これが皆さんどうですか？キリストイエスのしもべですか？皆さん、そういう自覚を私たちは持ちたいんです。よくね、私たちもご当地自慢するじゃないですか。私秋田県出身、すごい秋田県素晴らしいよ。ある人、私北海道出身、イエーイとかですね、私沖縄出身、なんか距離が同じっていうだけでなんかこう一体感がありますよね。あとよくどこどこ学校を出たなんて、大里の大館一中出身、何回で同窓会になったりしますよね。高校であればどこどこ高校とか、大学だとどこどこ大学、年を取ってもですね、老いも若きもその大学に所属してたっていうことで、もう一致して校歌を歌って盛り上がるじゃないですか。あるいはどこかいい会社に勤めたら、私はどこどこ会社の社員ですって皆さん誇るんじゃないですか。私たちはなんとイエス様のしもべとなったんです。そしてなんとこの神の国の子供となったんです。これは東大出身よりもすごいことじゃないですか皆さん。だからどこに所属してるかっていうことを私たちはもう一度確認しなくちゃいけないんです。悪魔はですね、私たちにそったらもん大したもんじゃねえと、世の中でどれだけ面白おかしく生きてるかが重要だみたいなふうにさせるわけですよ。だから形だけクリスチャン、そして生活がより良くなるためにみたいなところに持っていくわけですけど、とんでもないですね。イエス様によって救われて
キリストイエスのしもべとなっていることが私たちの立ち位置です。アメン。自信持ってください。そしてパウロはさらにフィリピの教会を聖徒と呼びました。聖徒というのは清い人たちという意味ではなくて、他のものから分けられた特別なものという意味があるんです。イエス様があなたを選んだんです。皆さん、その選びを感じないでください。選ばれなくたって選ばれない人たちがいるんです。これは本当に不思議ですよね。あの人こそクリスチャンになるべきだ、あんなにいい人が、でもイエス様を信じない。でも私たちはなぜか主から声をかけられ、信じることができるようにしてくださったイエス様の選びです。特権です。そのところにいつも立ちたいと思うんですね。さあ、今日は12節からいきます。私と皆さんで交互に読んでいきます。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。ある人たちは私が福音を弁証するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。アメン。ちょっと地図を見て、いきたいんですけれども、パウロはですね、イエス様と出会って、彼は異邦人に対する宣教の使命を神様から与えられたんですね。そして初の、異邦人教会っていうか、ここにアンテオケ教会っていうのが出来上がりました。ここでパウロとバルナバが、使わされていくわけですけれども、この教会からですね、聖霊に導かれて、パウロとバルナバ、第1回目ですよね、異邦人伝道に使わされていくわけです。チームは途中で変わったりしますけれども、結局3回パウロはこの宣教に行きます。ちょうど2回目の伝道の時にですね、この今で言うギリシャですけれども、マケドニアの第一の都市であるフィリピというところに導かれ、そこで家の教会が誕生していきます。この手紙を書いて10年ぐらいでしょうけれど、爆発的に、成長した教会なんですね。そして3回目の伝道をパウロがしていく中で、ちょうどこのエルサレム近辺で飢饉が起こってですね、そして教会も非常にこの大変な状況になった。パウロはそのことをこの自分が開拓した教会とかに伝えてですね、みんなに祈ってください、そして支援を手伝ってください、多くの教会から献金を預かってですね、パウロは一刻も早くこのエルサレムに行きたかったんです。ところが神様がパウロに告げたことは、あなたがエルサレムに行くとひどい迫害、苦しみを受けるってことだった。パウロは悩んだと思うんですけれど、でも主の御心であるならばという思いで、決死の覚悟でここに来ます。他にも預言者たちからそのような警告を受けます。他の弟子たちからは、パウロ先生行かないでくださいと言うんだけど、パウロは、あなた方は何だと、私の気をくじくつもりかと、私は主のためだったら死んだっていいんだそうですね、ここに行くんです。ところがエルサレムの神殿にいるところ、ちょうどパウロを憎み恨むユダヤ人たちからですね、何かでっち上げられて、つまりそこが大騒ぎになるんですね。そういう中でパウロは、ローマに拘束されます。
そして暗殺されるという情報が入ったので、先人隊トラップのエルサレムからカイザリア、これローマの総督が住んでるところなんですよね、ここに移す。ところがこの総督たちもちょっといい加減な人たちが多くてね、2年間ほったらかされるんですよ。そして彼はローマの市民権を持ってますから上訴できるんですね。そして彼は、私は皇帝の下で裁判を受けますということで、彼はローマに行きます。そしてローマでいわゆる獄中生活、そういう状況で手紙を書いてるんですね。さあ、御言葉を読んでください。さあ、はい。何でしょう、私の身に起こったことって、このことで福音が前進していったってですね。実は今言ったようにですね、パウロが迫害を受け捕らえられたということです。この手紙が書かれたのは紀元 AD60 年ですね。そしてその4年前にはこの3回の伝道旅行へエルサレムに行った、ちょうど神殿にいたところを立法主義者のユダヤ人の扇動によって騒乱団についてそれで海外家で2年間獄中、そしてローマで審判を受けるため放送、ローマ市民であることで、何か特別扱いですね、バンペイ付きの家を借りて住むことができた。これがパウロの身に起こったことなんです。これ皆さんマイナスじゃないですか。一回捕らえられるだけじゃなくて、長い期間拘束される、もしかしたら死刑になるかもしれない。そしてパウロが捕らえられてるってことは、彼が語ることができない、働きができない。そしてこのことで多くの人が、あ、イエス様を信じるとこういう目に遭うんだ。普通だったら何か福音宣教がしぼんでしまうような感じですけれど、いや、このことでかえって前進していったんだって言うんですね。御言葉を読んでください。はい。御言葉をごめんなさい、御言葉ですね。かえってください。はい。かえって福音の前進に役立ったことを知ってほしいのです。ですから彼の環境問題が妨げとなったんじゃなくて、かえってそれが突破口としてですね、福音がぐわーっと広がっている、このことをパウロが言っている。私たちはやっぱり環境、状況にとらわれがちですね。今こういう状況だから、こういう環境だから、こういうことがあったから、私は年を重ねてきたから、病気だから、だから無理なんだ、ではないということなんですね。私たちがイエス様とそれぞれつながっていくならば、たとえ環境が悪くても問題があったとしても、かえってそのことが祝福となって、新たな道と祝福が開かれていく、これが神がしてくださることなんです。そればかりか、彼が投獄されたことが実はすごい影響力となったということです。御言葉を言いましょう。さあ、はい。私がキリストのゆえに投獄されていることが神言隊の全員と他のすべての人たちに明らかになり、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました、はい、まずこのパウロが捕まったっていうことがローマの町で一大ニュースになっちゃったっていうんですね。なぜかっていうと、彼は捕まるような罪は犯していないわけですよね。皇帝に逆らったわけでもない。ただイエス・キリストを伝えたということのゆえに、ユダヤ人たちから妬みを買って捕らえられていく、非常に珍しいケース、犯罪だった。ですからそのことで、今なんかパウロというやつがいるみたいだけどっていうようなことで、このことが町の噂として実は口伝えで拡大していったんですね。
もう一つは、実は親衛隊っていうのはローマ皇帝を守るための優秀な特別な兵隊ですよね。でちょうどこのローマ市民であるっていうことから、この万兵は普通の兵隊ではなくて親衛隊が担当していたようです。皆さん、パウロが黙ってられると思いますか？親衛隊の人が毎日この順番にですね、パウロの家を見回り、パウロに声をかけ、そこに行ったらパウロ黙ってると思いますか？黙ってないですよね。声をかけて、この方々にもイエス様のことを伝えたんだと思います。ですから親衛隊の全員ってなります。全部の親衛隊の人がこのパウロを通してイエス様の福音に触れたということなんです。まあ、よく映画を見るとですね、親衛隊って出てきますよね。ローマ時代皇帝を扱った映画なんかがありますけれども、特別ですね、親衛隊っていうのが、まあ、約1万人の、それもイタリア人の兵士からなる部隊だ。これは皇帝アウグストによって、創設されたものなんだそうです。まあ選ばれるっていうのはね、すごく名誉で、当然給料も良いし特権も与えられる。そしてこのエリート集団がですね、なんとパウロの警護が起きていた。普段だったら絶対こんな人たちに福音を語るなんてことは無理なんです。でも彼が投獄されたということのゆえに、彼らが福音を聞くことができるように神様が道を開いてくださった。これは神のなさることなんですね。そしてこの影響力のある親衛隊を通して、さらに他の人々に福音が拡大していったということです。御言葉を言いましょうか。はい、私がキリストのゆえに投獄されていることが親衛隊の全員と他の全ての人たちに明らかになりしたのですね。特にカエサルの家に属する人たちがよろしくと言っています。これどういうことか、カエサルって皇帝のことですよね。カエサルの家に属する人たちっていうのは皇帝の親族、またその身近な人たちっていうことなんです。普通で言えば皇帝、その家族、そういう人たちにイエス様の福音を伝えるなんていうことはできません。近づくことは無理です。でもその警護をしている親衛隊の人たちがイエス様の福音を聞きますから、当然クリスチャンになった人たちもいるでしょうね。またその人たちがカエサルの家に属する人たちに伝える中でクリスチャンになっていった。だからパウロはこの時でピリピの教会に対して、この人たちもよろしくって言ってる、クリスチャンになってるっていうことなんです。ずいぶん昔の話ですけれども、キム・ヨンヒっていうですね、韓国、北朝鮮のスパイが、飛行機を爆破する、爆破したんでしたっけね。で、爆破するというようなおぞましい事件があったんですね。彼女が日本を訓練され、そして、真由美さんでしたかね、日本で。なんかそんな名前で、その、テロ活動をして捕まったんですね。ところがですね、彼女は当然そういうことをしたら死刑になります。数々の拷問を受け、取り調べを受け、普通は死刑になるんですね。ところが彼女を取り締まる人たちの中にやっぱりクリスチャンがいますね。でそういう人たちがこのキム・ヨンヒさんにイエス様のことを伝えていく中で、なんと彼女はクリスチャンになる。それで本も出しております。彼女は死刑ではないですね。解放されて今クリスチャンとして歩んでいますけれども、ですから普通だったらそういう人にイエス様のことを伝えるなんてことはできないわけですけれど、でもそういうところにもクリスチャンがいるならばですね、なんと福音が
そのように述べ伝えられていく。これは神様のなさる技ではないでしょうか。同時にですね、パウロがこの投獄されたことは他の兄弟姉妹たちも実は励ましになったということを言いましょう。3、はい、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。皆さんどうですか？イエス様を信じてね、自爆者になりました。そしてイエス様のことを伝えて、多くの人が素晴らしいね、よかったねって言ってくれたら嬉しいですよね。でもそうじゃない場合が多いんじゃないでしょうか。家族から何キリストなんか信じてとかですね、あなた特にこのお盆の時期とかですね、そういう葬儀の席でキリスト者としての生き方を貫こうとすると、いろんな批判や誤解、中傷を受けてしまいます。ある方はそれで友達を失ってしまう、親戚からソース感を送ってしまった、関係が悪くなってしまったっていうことがあるんじゃないでしょうか。さらに伝道していって本当にこう私たちの人格が壊されそうなぐらいですね、否定されることがありますね。そうなると普通多くの人は本当に傷つきます、がっかりします、恐れを持ちます。あ、黙ってよ、クリスチャンであることを言わないようにしよう、時にはもうクリスチャンであることすらやめてしまう、教会にも行かなくなってしまうという、実は現実が確かにあるんですね。前も話しましたけれど、この小坂町にかつてはクリスチャンが非常に溢れていたわけです。ところが戦争中にクリスチャンであるということのゆえに、多くの牧師先生やまた熱心な信徒たちがこの特攻警察に捕まって拷問されたり、非常にその村八部にあったんだそうです。で、戦争が終わった後、その状況を知っている多くのクリスチャンがキリストを信じていくっていうのは大変なことだって、残念ながらですね、クリスチャン辞めちゃったって言うんですよ。生き証人から聞いてすごくショック。ですからここでもそういう人がいたかもしれません。でもパウロは大多数はって書いてます。確かにそのことで不信仰になったり宣教の働きをやめた人もいるかもしれないけど、いや、大多数はパウロのその苦しみ投獄を通して確信が与えられたと思いますね。あのパウロ先生が命がけで伝えている福音は本物だ。そしてそのような苦しみの中にあってもパウロ三世を励まし、強め、輝かせ、ますますそれが広がっていく、この福音こそ本物だ、イエス様こそ主なんだっていうね、確信が与えられる。私たちもそうだ、あのパウロ先生のように命を懸けよう、いいじゃないか、この時代にあって主のために死ぬことができるななんてですね、もう本当に大胆になって、またそのローマの中で福音されていったということをパウロが言っているんですね。皆さん不思議ですよね。あの皆さんがクリスチャンになっていいことずくめであったら、私たちの信仰っていうのはですね、その進化が試されないわけです。私たちが例えば持っている確信とか、私たちが持っている信仰とか信念とか生き様っていうのは、困難や苦しみや迫害を通してですね、それが練られますし、それが本物かどうかっていうことが分かるんじゃないですかね。もし私たちの信仰が人から拒絶された、人から笑われた、そのことで何か自分にマイナスがあった、ああもうやめたっていうような信仰だったらですね、信じる価値がないわけです。でもたとえ全てを失い命さえ取られても、それでもこれが私の道なんだと、イエス様は救い主なんだって立てるとしたら、いや
そのように立ってきた信仰の先輩たちが世界中にいるじゃないですか、皆さん。勝ち上がったんです。本当に私たちが信じている信仰は価値ある素晴らしいものです。ただ私たちがそれを知らないだけなんですね。でもそのように命がけで生きてきた人たちのことを見ると私たちは震えます。昨年は三浦絵子さんの生誕100年のお祝いが、そして皆さんに塩刈峠の実在の長野青年についての証もしたと思いますよね。一人の青年でも彼はですね、最後は本当に自分の身を投げて、そしてその列車を止めるというようなこともできた。それまでやそやそやそと言って馬鹿にされ、そして罵られていたけれど、彼はキリストのために命がけで生きてきたわけですよね。そして最後はその大事な時に命さえ捧げる。そのことを通してやそやそって言ってた人たちが変えられてですね、私も長野さんの信じている神を信じたい、未信者が教会に押し寄せ、それまで本当にこう迫害されて心弱っていた、特にこの鉄道員のクリスチャンがですね、また奮起して、そうだ彼に続けと信仰の炎が燃え上がっていった、リバイバルしていったということを去年話したと思います。まさにパウロが体験したことなんですよね。だから私たちのこれからの時代っていうのは、信仰を持って生きるっていうことは決して楽なことではないと思いますね。今は迫害はないですけれども、世の中の動きを見ていくと、信仰を持つこと、クリスチャンとして日曜日を大切にし、クリスチャンとしてイエスを主として生きるっていうことは、いろんな戦いが出てくると思います。だからこそ皆さん、私たちはこのようにありたいですね。そして自分にはそういう力がないんだけれど、パウロをそのようにしてくださった神が私たちをそのようにしてくださるということです。アメン。私たちがするべきことはイエス様から離れないことなんですよ。なんか自分の努力によってですね、こんな立派な信仰を持てるんじゃなくて、イエス様が言ったように、イエス様はブドウの木です。私たちはその枝です。枝がその木にしっかりとつながっていさえするならば、その本体から栄養と恵みが流れてきて、強められ豊かな実を結ぶようになるんですね。だからパウロも、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって言いました。勘違いしないでほしい。イエス様信じたから何もしないでぼーっとしてると全ての問題が敵となっていくとかですね、また全ての問題に打ち勝つことができる、皆さん違います。その前提はイエス様につながっているということなんです。イエス様とのいい関係の中にいるということなんです。これを無視してしまったら私たち枯れちゃうんですね。だから皆さん、どんな状況であってもイエス様から離れないでください。イエス様といつもいい関係でいてください。イエス様とお話をし、イエス様の御言葉を愛し、そしてイエス様に感謝すること、イエス様に祈ること、イエス様が喜ぶように生きようとすること、弱さや失敗があったら悔い改めること、そのようにしていつもイエス様と共に私たちが歩むっていうこと、これが皆さん基本です。アメン。であれば、どんな困難や問題や試練や時に本当にどうしていいかわからない状況にあったとしても、神様がそのことを益と変えて、そんな中にいるあなたを用いてくださるということなんです。もう一つ今日のところで見たいことは、パウロの度量の深さということですね。パウロの心の広さっていうか、度量の深さ、イエス様のようです。どういうことを言ってるかっていうと、パウロが投獄されていく中でも、もちろんどんどん福音は広がっていますから、もともとユダヤ人であった立法主義の方がクリスチャンになっていったりですね、時にはやっぱり自我が強い人って言いますから、
自分の派閥を作ってパウロなんかには負けるかって俺たちの方が勢いがあるんだみたいなね、そういう人たちもいたわけなんです。でパウロはいつもキリストの愛の心を持って福音を伝えてたんだけど、そうじゃない輩も当時随分いたようですね。パウロはすごくそれ心痛かったんです。ただしここで言ってるのは痛んじゃないですね。イエス様は違うイエスを伝えたりですね、福音と反することを教えてる人は例も入ってません。でもちゃんと福音を語ってるけれど、その人の動機とかそれを見たときにちょっとって思う人もいたんですけど、パウロは、読んでみましょうか。最初に3、はい、しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。どんな形であれイエス様のことが伝わってるなら、それはハレルヤだって、動機、その人の心ちょっとなって思ってもいいよ、そんなことはあんまり気にしない。私はこのように人々がイエスのことを伝え、その福音が広がっていることを喜んでいる。皆さん、すごい努力だと思いませんか。で私たちって本当にこう思い込みが強くてですね、自分がやっぱり正しいですね。で自分以外のことを言うと、あの人おかしいとか、ちょっとあの人って敵対心を持って、自分たちだけが何か本物であるかのように思って批判をしてしまいます。でもパウロはそうじゃなかったですね。この箇所もちょっと読んでみましょうか。はい、ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。これはボアネルゲとあだ名されたヨハネさんです。兄弟ヤコブのプッツン兄弟ですよね。まあ彼らは非常に自分たちっていう思いが強いでしょうね。ですから自分たちの仲間にならない、自分たちのこのグループについてこない人たちは排除しようという考えです。イエス様の名前を使いやがって、悪霊なんか追い出しやがって、じゃあうちらについてこいったら嫌だって言った。イエス様はけしからんでしょう、やめさせましょうよって言ったら、イエス様は違うよ、私に反対しない人が私たちの味方です。こんな皆さん心持ちたいですよね、うん、もちろん私たちは本当に旧霊の思い、愛の心を持って福音を伝えていくべきですし、また本当にイエス様のように変えられ続けていくということを願うことです。この地域にもいろんな教会がありますよね。教団、教派、みんな個性があります。街道の作り方、そして礼拝の仕方、じゃあ私たちの教会の礼拝の仕方が一番良くて、他の教会の礼拝はどうなんですか。恵まれないんですか。誰なんですか。踊っているんですか。もしそういう考え方を持ったら、もうそこで私たちはどこか間違っているということなんです。私たちがここで育ったり、またこういうスタイルがすごく自分に合うという人たちもいるでしょうね。でもある人教会ではほとんど賛美歌も一つ二つ、そしてオルガンだけ、そして牧師さん もう本当に私のように冗談あまり言わないでですね、聖書ただまっすぐに語っていく。でもその中で励まされ、強まられ、そしてそこで救われていく人たちがいるわけなんです。アメン。だから神様は本当に個性、多様性というものを重視されますから、だからここに来た時から皆さん、市内の教会は絶対批判しちゃいけない。異端は別ですよ、
ね、でも他の教会特に愛し祝福し福音ということで一致して進んでいきましょう。そうやって合同祈祷会も、持ってきたわけです。アメン。その心を忘れないでください。あの、間違えると自分たちだけが特別って人ってなりやすいですね。特に今恵まれてるとっていうか勢いがあったりですね、気持ち的に盛り上がったり人がどんどん救われたり御業が起きると、もうこれは全て、ね、そうじゃないと、あそこの教会恵まれない、あのメッセージ恵まれない。でもね、皆さん恵まれる恵まれないって、もちろんその教会の側の責任もあるかもしれないけど、私たちの心したいんですね。どんなメッセージでも救われる人は救われるんです。昨日ですね、一昨日かな、あの有名な新藤牧師から電話があって、ちょっといろいろ話してたんですけど、全然そっち暑いって言うから、いや暑いですよ、刑務所暑いかな、めっちゃ暑いと思います。20年前も俺あそこに行って暑かって扇風機ないけど、今もありません、大変だこりゃなんていうね話して、でも彼はあそこで聖書を読んでイエス様と出会ったんですね。何か非常にカリスマティックな力強い牧師から伝道されたわけじゃなくて、ただ淡々と聖書のことを話す人、そして聖書を読む中で本当にイエス様との劇的な体験を持っていくわけです。だから皆さん、大事なのは私たちの心に合う態度ということがとても大事です。アメン。そして今日の結論ですけれど、御言葉を一緒に言いましょう。はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。皆さん、アメンですか？でもね、私たちはこれを時々間違って解釈するんです。まあ、イエス様をとにかく信じてるから全てのことが益となるんだよって、そんなこと書いてますか？ちゃんと神を愛する人たちって書いてあるじゃないですか。すなわち神のご計画に従って召された人たちのためにはって書いてあるんです。だから先ほど言ったように、私たちは神から愛されています。神様の本当に選びの中にあります。アメン。であればそこに留まりましょうよ、ね、私たちが本当に神様に無関心になってしまったり、神様に対して不信感を持って距離を置いてしまったりということは、それは非常に危険なことです。悪魔はそのように私たちを誘惑するわけです。私たちが試練や困難や問題にあったことが問題ではなくて、その中で私たちの心がどうあるかということが大事なんですね。あの、試練や問題があったときに、それでも主よって主に頼る人はこのことを経験します。でもそういう中で、もういいや、神様信じたってしょうがない、もう世の中の人の方が楽しそうだしなんて、まあ適当でいいな信仰はなんて、背を向けてしまうとですね、実は神様の祝福がならなくなってしまう。だから皆さん、どうぞ、もしいろんなね、これまで経験をしてきて、まあ神様信じたってなとかね、まあほどほどでいいんじゃないのかなって思っている人がいたら、それは悪魔の嘘です。イエス様につながるってことは難しいことじゃないでしょう。皆さん、イエス様を意識して、そして皆さんのことを愛してらっしゃる方ですから、どうぞイエス様には壁を作らないでいきたいと思いますね。私はついつい壁を作っちゃう弱さがあるんですけど、そうじゃない。イエス様が両手を広げて私たちのことをいつも招いていますから、幼子のように送迎です。主のもとに飛び込んでいこうじゃありませんか、ね、子供もなんか悪いことしちゃうと呼んでも来ないでしょそれまではパパーとかママーとかおじいちゃんおばあちゃんって来てたのに、なんか呼んでも来ないなって大体わかりますよね。なんかやったなとかね
なんかやましいことがあるんだって私たちもそういうことです。でも主は私たちを責めたりですね、私たちを退けたり罰を与えたりじゃないので、何かあったらそのまま主のもとに行って、そのことをお話しし、そして全てのことを益とされる主に信頼を持ってしっかりつながっていくじゃないですか。その今置かれている中で神はあなたの道を開いています。あなたを尊く用いています。祝福しております。お祈りします。天のお父様、皆をあがめて賛美します。パウロがクリスチャンになってから数々の試練と困難を経験してきました。あれほど多くの奇跡を行い死にさえ控えらせたパウロですが、彼自身が病を抱えていました。神の前に祈っても癒されない、それどころか弱さの上に私の力が働くと主が言われました。彼は生涯それを背負っていかなくちゃならなかった。また彼が行くところを迫害があり困難があり問題がありました。でも神様、そこでも神の御心が進んでいきました。彼は囚われの身となり、死を覚悟していく中でも不思議とそれも益となり、届くはずのないそのローマの親衛隊やそのカイザルの家にまで福音が浸透するようになった。そして多くの兄弟姉妹たちを励ましていきました。あなたがなさることが驚きです。神様、どうぞここにおられる愛する兄弟姉妹たちも信仰生活の中で弱さや葛藤を覚えること、また逆境、それを経験していると思います。また自分の体の弱さ、また年を重ねていきながらいろんなことを考えるでしょう。でも主よ、お一人お一人がその中にあってもあなたとしっかり良い関係の中で結びつく、そしてあなたはその状況も益とし祝福とし尊く用いてくださることをお一人お一人が体現できますよ。こういう状況だから、こういう環境だからっていう考え方を捨てて、今のこの状況、環境の中で神は最善を成し遂げてくださるんだという信仰に立つことができるように助けてください。そこに立つときに私たちの神様、生き様が変わります。神様の祝福の手が見えるようになります。神様、どうぞお一人お一人を励ましてあげてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。しかし、
締め切りが来週の日曜日となっておりますので、間違いなく来週の日曜日までには、提出してくださるようにお願いします。まあ、あの初期のお考えて、時間をかけるという方もあると思いますが、あのかける分でいいということで考えていただいて、来週の日曜日には必ず提出してくださるようにとお願いします。お知らせは以上です。それでは感謝の写真をしていただきましょう。献金のお話を一応の感謝をお願いします。愛する天の父の神様、今日も私たちの恵みによってこの礼拝の時を与えてくださったことを感謝します。今日も聖書からパウロの言葉を通して深くさの励ましの言葉をありがとうございました。私たちは信仰を持っても確かに日々また人生の中でいろんな試練、困難、そして思う通りにいかない、またいくら思っても心に開かれない、というたくさんの試練困難に出会うことが多いです。そのたびに疲れてしまったり、何か不信感になったり、自分の様子を感じたり、人と比べたり、本当に嘆き悲しむものですけれど、しかしパウロが言われたように、主に信頼するもの、私たちの人生を全て神様に委ねてくださって、私たちに本当に主に信頼するもの全てが愛が与えていいとなると、本当にそのことを信じて歩んでまいります。イエス様、あなたの約束を私たちは信じていきます。そしてどうぞ信仰からなる言葉になるように、互いに弱さを本当に励まし合い、助け合い、祈り合い、こうして、本当に乗り越えていくことができますから、ありがとうございます。その先に、試練の先に大きな大きな喜びと祝福がありますから、主よ、あなたに信頼いたします。今日もこの恵みを感謝します。そして来る献金はあなたの奥に働きのために用いてください。御国の奥に飾りのためにどうぞ用いてください。暑さの中にあります。またいろんな甘い世代を抱え、なかなか教会に来られない人たちもいますが、置かれているところで主の慰め、励まし、また癒しがありますように、また共に主を礼拝できますように、励ましてみてくださるようお願いいたします。この礼拝を心から感謝して、愛するイエス様のお名によってお祈りいたします。アーメン。それでは3分待って、どうぞ、お願いします。